こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、一括来のごとしです。これは雷のような鋭く激しい一括、師の弟子に対する凄まじい叱咤を言います。緊張感のない修行を続けるもの、大切なところになかなか気づかないものに対して与えられる雷のような一括を言います。臨在義元が発した激しい一括の比喩にも用いられます。それでは今から一括来のごとしを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。